ラテン文字、ラテン文字、ラテン文字、ラテンアルファベットは、教音文字、音素文字、アルファベットの一つである。ローマ文字、ローマ字とも呼ばれる。文字を右書きで横に並べることで単語を表記し、単語間を分かち書きで区切って並べることで文章を構成する。それぞれの文字は死音か母音を表す。今日、人類社会で最も解読者人口が多い文字である。 元来、ラテン語の文字で、古くから西欧、中央の諸言語で使われているが、近代以降はこれら以外にも、使用言語が多い。ただし発音の文字への表記方法は、各言語ごとに異なっており、同じ綴りでも言語によって違う発音をすることは、ラテン文字においては、全く珍しくない。英語など、 古い時代に表記法が定められた言語においては、表記と発音の間の乖離も大きなものとなってきいる。日本語で単にアルファベットというと、ラテン文字のことを指すことが多い。ローマ字はラテン文字の別名だが、日本語をラテン文字で表記する表記法もローマ字と呼ぶ。基本26文字を英語の表記に使ったとき、英字と呼び、特に 英字新聞という語でよく使われる。他の言語に対し同様の表現、不字などが使われることは稀である。王子という表現が日本工業企画、ジスの企画表に見られる。本来はラテン語のための文字である。このため、ラテン語を公用語とするローマ帝国の勢力新調と共にラテン文字の使用権も拡大していったが、ギリシア語を使用する帝国東部においては、 文もギリシア文字が主流となっていた。395年のローマ帝国の東西分裂後、東ローマ帝国はギリシア語化していったが、西ローマ帝国はラテン語を使用し続け、文字もラテン文字を引き続き使用していた。西ローマ帝国はゲルマン民族の大移動などによって衰退していき476年に滅亡するが、この地域に侵入したゲルマン人たちはラテン語とラテン文字を 行言語として使用するようになり、やがて彼らの祖語である、ゲルマン諸語もラテン文字によって表記するようになっていった。またこの頃から力を強めていったローマ教会は、ラテン語を典礼用語しており、それを表記するためのラテン文字も、西方教会圏全域に広まっていき、西方教会圏の諸言語を表記するために、ラテン文字が転用されるようになった。 こうして、中世以降は、俗ラテン語に由来する、ロマンス諸語のみならず、西欧、中央の西方教会、カトリック・プロテスタント地域のほぼすべての言語で、ラテン文字が使われるようになった。ゲルマン語派、スラブ語派の一部、バルト語派、ケルト語派、バスク語、ウラル語族の一部などである。近代以降、西ヨーロッパの諸国が勢力を強めていき、19世紀には、 世界の大半を植民地化するようになった。この植民地列強は、ロシアと日本を除きすべてがラテン文字の使用国であり、このため、ラテン文字は世界で最も使用される文字となった。この西欧の派遣の影響を受け、19世紀には、西方教会圏の諸言語以外の言語においても、ラテン文字を採用する言語が多く現れるようになった。このラテン文字化には、 元々文字を持たない言語が新たに文字を採用するものとすでに持っていた文字をラテン文字に切り替えたものの二つのパターンがあった。特に文字を持たない言語が新たに聖書法を定める場合、ほとんどの場合ラテン文字が採用された。こうした無文字言語社会に積極的に接触する者にはカトリック・プロテスタントのキリスト教の教師が多く、彼らは不教のために 現地語のラテン文字表記の聖書法及び文法を整備したからである。ラテン文字が表音文字であり各地の言語を表記しやすかったこともこの変化を進める一因だった。ラテン文字は文字数が26文字と他の文字に比べて非常に少なく簡便であったことも導入を後押しした。もっとも文字数が少ないことは表記できる発音が少ないことと 表裏一体であり、こうした発音を文字として表すために、各言語は新しい文字や成長記号などを新たに開発して、ラテン文字表記に付け加えるようになった。無文字言語のラテン文字化は、アフリカやオセアニアなどで特に広く行われ、多くの言語がラテン文字による聖書法を定められるようになった。ヨーロッパ以外の地域において、もともと文字を持っていた言語が、 ラテン文字に切り替えた場合、多くは西洋列強による植民地化を経た地域の言語において行われた。こうした言語においてもカトリック・プロテスタントの宣教師によって各言語に相当するラテン文字表記の聖書法が開発されたことは同じであるが、その後西洋列強の支配を受ける中で支配層の語であるラテン文字の表記が広まり、 従来の言語においてもラテン文字で表記するようにした方が便利となったためである。ただし創始国がラテン文字化を推進したわけでは必ずしもなくインドやアラブ圏などのように植民地支配を受けても使用文字を変更しなかった地域も多い。こうして近代以降にラテン文字に切り替えた言語にはインドネシア語、ジャーウィ文字、ベトナム語、漢字、チュノム、タガログ語、 アラビア文字、アリバタ、マレー語、ジャーウィ文字、スワヒリ語、アラビア文字などがある。カッコ内はラテン文字化以前の文字。この例外はトルコ語であり、オスマン帝国は植民地化を受けていなかったものの、これに代わってトルコ共和国を建国したケマルアタチュルクが近代化を目指して、使用文字の変更を決定し、1928年にアラビア文字から置き換えられたものである。 またヨーロッパでも18世紀以降になると西方境界地域でない地域においてもラテン文字化が一部で進められるようになった。ルーマニア語は聖教会見であったためにキリル文字を使用していた18世紀以降民族主義の高まりによりラテン文字化運動が広がっていき1859年から1860年にかけて正式にラテン文字が採用されることとなった。 アルバニア語においては、ラテン文字をはじめキリシア文字やアラビア文字など、各種表記法が混在していたが、1908年に、ラテン文字による表記が正式に決定した。旧ソ連の諸言語の表記は当初ラテン文字を採用していたものの、1940年にキリル文字が採用され、ソ連内の多くの言語で、キリル文字が使用されていた。しかしソ連崩壊後、これら諸言語のいくつかにおいて、 再びラテン文字を導入する動きか活発になった。ウズベク語、トルクメン語、アゼルバイジャン語ではソ連初期にアラビア文字からラテン文字に切り替えられ、その後1940年にソ連政府の言語政策の変化によりキリル文字に切り替えられたが、ソ連崩壊後、ウズベク語、トルクメン語においてラテン文字表記の導入が決定され、再びラテン文字への切り替えが進行中である。 ただし以前定められたものと同一ではない。モルドバ語においても同様にラテン文字から1940年にキリル文字化されたものの1989年には再度表記をラテン文字に改めることが決定され再びラテン文字使用国となった。カザフスタンにおいてはソ連崩壊後もキリル文字の使用が続いてきたが同国のヌルスルタン ナザルバエフ大統領は2017年4月にカザフ語の表記をラテン文字に改め、2018年には学校教育においてラテン文字の使用を開始し、2025年には完全にカザフ語表記をラテン文字に移行することを表明した。日本においても漢字廃止論の一環としてのラテン文字化、いわゆるローマ字論は明治時代初期から唱えられており、 第二次世界大戦後には、1946年の第一次アメリカ教育施設団報告書によって、漢字、ひらがな、カタカナを廃止し、日本語表記をローマ字表記に一本化することが提言された。これを受け、連合国軍最高司令官総司令部 GHQ の下で、日本語表記は複雑であるため識字率が低く、識字率を高めるために勘弁なローマ字表記への、 切り替えが必要との意見が強まり、実態を調査するため1948年に全国各地で文部省教育研修所、現国立教育政策研究所と GHQ の共催による漢字テストが行われた。しかし、その結果は GHQ の予想とは異なり、識字率はほぼ100%に近いという結果が出たため、このローマ字表記化計画は頓挫。 事実上撤回されることになった。独自の文字を使用する言語でも、ほとんどは、ラテン文字による表記法が確立されており、釈用語や略語などでもラテン文字を用いることが多い。日本語においては、1867年に、アメリカ人のジェームス・カーティス・ヘボンが、ヘボン式ローマ字の表記法を考案し、さらに1885年に、田中立愛吉が、日本式ローマ字を考案。 さらにこれを発展させて1937年に発表された訓練式ローマ字があり、実際には訓練式とヘボン式の2つの表記法が並立している形となっている。訓練式は1字または2字で多くの音を表記できるため使用しやすい一方、英語の発音からやや離れた表記となっており、外国人からは正しく発音されにくいという欠点があるとなっており、 外国人からも正しく発音されやすい反面、表記が長くやや使用しにくい面がある。文部省は1954年に訓練式に基づいたローマ字の綴り方を定め、事情がある場合に限りへ、本式での表記を認めるというスタンスを取った。これに沿って、日本の教育現場においては、訓練式での表記を教えている。しかし実際のローマ字表記は、 外国人にわかりやすいヘボン式での表記が圧倒的であり、統一を求める声も上がっている。イタリア半島にラテン人と呼ばれる部族、後にローマ人と呼ばれるようになるが住み着いていた。紀元前7世紀頃、ラテン人はやはりこの地に住み着いていた。エトルリア人、紀元前千年期にイタリア中部に住み着いたとキリシア人から文字を取り入れた。コランの時代に、 この二つの種族から文字を取り入れる際に、ラテン人は、西方ギリシア文字、クマエ文字のうち四字を捨てた。また、エトルリア文字の F、V の発音を取り入れて、F の音に使い、エトルリア文字の S、三箇所の屈曲があるを取り入れて、現在の S の形にした。ギリシア語の G 音とエトルリア語の K 音を表すのには、ガンマ、字型は C を用いた。こうして生まれた。 アルファベット二十一文字は G, J, U, W, Y, Z がないなど、現代のラテン文字とは多少の違いがある。コラテン語。ローマ人のアルファベットでは C, K, Q のいずれでも K 音を表記できた。C は G 音の表記にもなった。ローマ人は G を作り出し、彼らが用いない Z の代わりに F と H の間に置いた。数世紀を経て、 紀元前3世紀にアレクサンドロス3世が地中海沿岸地域東部とその周辺を征服した後、ローマ人はギリシア語の語彙を借用するようになり、アルファベットをこれらの語彙の表記に最適合させる必要に迫られた。そこで東方ギリシア文字から Y と Z を借用し、今度は文字表の最後に置いた。この2字はギリシア語彙を表記する時しか使わなかったためである。 この時代には小文字は開発されておらず、文章はすべて大文字にて書かれていた。ラテン文字を表すのには様々な書体が使用されたが、三世紀頃にはアンシャル体と呼ばれる書体が広く使用されるようになり、さらにそれから半アンシャル体と呼ばれる書体ができた。これらの書体は元の大文字からはやや離れた形をしていたが、 各地で広く使用される中で書体の乖離が激しくなっていき、統一された書体を制定する必要が高まってきていた。そこで、フランク王国のカール大帝は、カローリング将軍自体を制定させた。このカローリング将軍自体は、フランク王国のみならず、ラテン文字圏全体で広く使用されるようになったが、一方で、従来の大文字もそのまま残存しており、 これが大文字の他に小文字が新しく成立する起源となった。アングロサクソン語は11世紀にブリテンがノルマン人の征服を受けた後、ラテン文字でも表記されるようになった。w、音を表すのに当初ルーン文字の win、win を使ったが、p に似ていたために混同され、すく w、音は現在の u を二つ書いて表すようになった。この頃の u は、 V の形だったのでこれは VV となり、W は V の次に置かれた。さらに、丸みのある U で母音を表し、死因の時は V を用いるようになった。J は当初 I の遺体で、I がいくつか並ぶ時に最後の I に長い O をつけたものだった。15世紀頃から J を死因に、I を母音に用いるようになり、17世紀半ばにはこれが一般的になった。現在、 ラテン語の23字に J,U,W を加えた26字を基本とみなす。英語は基本字をすべて使い、それ以外の字を外来語でしか使わない。ただし一つの文字には大きさと多くの場合において型の異なる二つの字型が存在し、それぞれ大文字、小文字と呼ばれる。文の多くは小文字で書かれ、大文字は五等の一文字など、 特定の場合において使用されることが多い。下の表はそれぞれ上が大文字、下が小文字となっている。各国での利用状況を含めたすべての文字の一覧は、ラテン文字一覧を参照のこと BR。ラテン文字はもともとラテン語を表すための文字であり、と言語にて使用する場合表記できない発音も存在していた。こうした状況を解決するために、 上記のようにいくつかの文字が付け加えられたものの、それでも表記できない発音は残り、こうした音を表記するために、基本字に補助記号を付けて表す言語が多く、現れるようになった。こうした記号は総称して、ダイアクリティカルマークと呼ばれる。ドイツ語やスウェーデン語などでは、ウムラウト、フランス語やポルトガル語、トルコ語などでは、セディーユ。 スペイン語やポルトガル語ではティルデが多く使用されるなど、ダイアクリティカルマークを採用している、ラテン文字使用国は多数存在する。日本語のローマ字表記においては、サーカムフレックスやマクロンが超音の表記に使用される場合がある。また、二つの文字を組み合わせて一字とした合字もいくつかの言語で使用されている。代表的な合字としては、ドイツ語のットやアイスランド語、デンマーク語、 ノルウェー語の、デンマーク語やノルウェー語のなどが挙げられる。現在では、基本字の一つとなっているが、W ももともとは合字である。W の英語発音 W は、W に由来する。現代では消滅したが、のように、ルーン文字から取り入れられた文字かつて一部では、使用されていた。主な言語での文字の名を以下に示す。ラテン文字は、ギリシア文字から派生した文字であり、 ラテン文字が新たな字を追加し大きく変化した現代においてもいくつかの文字は共通する。また、同じくギリシア文字を外するキリル文字ともいくつかの文字が共通している。ラテン文字は多言語に適用される場合は綴りを工夫したり文字に記号を加えるなどした上でそのまま導入されることが多く、ラテン文字から派生した文字はそれほど多くはないが、 アイルランド島などで5世紀から8世紀にかけて用いられた拝む文字はおそらくラテン文字から影響を受けて作られたと考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。